よし、行こうか。こっちじゃないな。やれやれ。ああ、油断しないで。言われなくても終わりよ。待てよ。あんたは感動感を吸い取ってもらうよ。避けていろ。やっと当たらない。逃げろ。終わり。あの腰致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。行ってくる。やっと待ちんか。終わりだ。もし精霊術この力も助けになるなら私も全力を尽くすわ。勝てたからよかったけど。俺大丈夫かな。邪魔よ。行くわよ。何をしてる。あげろ。やっと終わりだ。あの中身でやっと決めたくのは難しそうだな。何も変えすぎだろ。俺やらを飛び出すか。
我が力を落とせる。その隙に分かった。魂精霊術の力を魔力になるなら、ええ、私も全力を尽くすの。この神力は見習いたいな。レスになるか。あれでいけ。以上。お影の極意もこれで終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。水中に何かいるぞ。負けねえって。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え？だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど、リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら、敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。
ん？何？あ、さて、わかった。先を急ぐわよ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ？何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか？けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか？もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは？あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから、うん、せいぜい死なないように気をつけるよ。時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか？私は少しばかり地に属するものを従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ？地面から植物を生やして敵を絡め取るということだと思う。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たらとにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した。微力を尽くそう。どうこうなって俺には関係ねえ。
敵に回したくないな。相手の術を使うか。それでは私に任せて。からの攻撃って楽そうでいいよな。動きや風向きを読みつつ正確な姿勢で狙いを定めるの。やっぱ俺はいいや。ここは戦いやすそうだ。大きいもんね。盾のことだよな。
さすがのシオンも大はしゃぎだな。あ、早く加工しに行きましょう。見てたぞ、空振りするところ。見てんじゃねえ。面白いな。だろ、アルフェには無理だろうけど。相手を一時に捉え、左足を突き出し、右腕の角度は。あ、あんまり見ないで。ここなら二滝できそうだな。どんな出会いが。ズーグルだろう。いや、そのもっと先の。敵の気配はないな。
そろそろ食事にすべきね。そうか、俺はまだ。二度言わせないで。おう。なんと。よし、行くぞ。
負けるものか。俺の真骨頂、はい、当たれ。
リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力と話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら、明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ？あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろ。何のことか分かりかねるが。あれは垂らし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく
受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな。何か特別な修行があるのか。そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ、他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか。道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこに繋がっているか分かっているのか。俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだが。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい俺は壁を壊す。ふるるあればというが、お金の備えが。汚れを落としたいわね。
うん、我ながら上出来だ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な！いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があると言うんです？だが、アルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ！最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところに。ローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由がわかったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。今日も気持ちのいい朝だな。後ろ髪がボサボサですよ。朝に弱いんだな。力はすごいな。振るったのはあなたよ。雰囲気が変わった。油断するな。ぶったたき、ぶったたき、外さないわ。次ぶっちぎるよ。ぶったたき、炎よ、いけるぞ。これで終わりだ。その調子で続けて。決めてやる。私は援護しよう。分かってるわ。私が落とす。力の差も測れなかったのね。スクルルは隠れてて。それを止めるためにこの盾がある。分かった、分かったぞ。何かに使えそうだな。これで終わりだ。
音響出すまでもなかったな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。助かせないよ。次行くぞ。このやつに泣き払う。次炎に撃っ込め。それで撃っ込め。空を飛ぶやつだ。私のおかげで。わかった。敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。俺様キンキラキン。気に入ってもらえて何より。骨が折れそうだぜ。協力して戦うぞ。やっぱり止める。次いい勝負だ。倒れろ。弱そうなとこを戦おうぜ。次絡めとる。やれるわ。レンガで払う。恐竜と私に任せて。やっと次いかずに飛ぶ。伸びかかせて。やっちまえ。まとめて返してくるわよ。
術は任せておいて。私のは壊すばっかりだからね。暴力な。ガニこの…ふっ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 ここで決めてやる。あなたの活躍があってこそ。大丈夫、私たちに任せて。また敵が来たよ。おいおい、やべえぞ。落ち着けろ。おお、落ち着いてるって。慌てるな、活路を見出そう。皆さん、爆発してあげるわ。やだわ、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 やだわ。ありがとう。無理はしないで。そうだよ。行けるぞ。
しろ。これで終わりだ。簡単照らす。手強いな。相手も同じことを思っているはず。ボーリング。やばいのが来ただぜ。避けるのよ。マジンくん手を取るな。皆がついている。まだいけるぜ。超エンガナン。やれやれ。うん。
ええ、いいですね。何？え？よし。何のためにだ。何のためにお前は戦う。私はレナ、あなたはダナ。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。あなた、痛みを感じないの？痛みも顔も記憶もない。俺は自分の過去を覚えていないんだ。痛みを感じない男と触れると痛い女か。違う、こんな呪いが私の能力のものか。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。自由に生きるためだ。終わらせましょう。二人がかりの方が確実よ。諦めない限り終わらない。だからもっと信じて頼ってほしい。死ぬまでに一人、そう思ってた。今もか。出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。Thank you.